以前スイッチでね、怖すぎて販売が停止された殺しの館というゲームがあったんですよ。もう明らかにね、ニンテンドースイッチになんかこの一覧に載ってるのが、いや、怖すぎだろうみたいなやつだったんだけど、ま、かなり面白かったんですよね。で、そのメーカーがまたスイッチで、え証拠にもなく、えーゲームを出したんですけども、こちらです。 スーパーブラッドウォッシュ。もう怖いもんなもう、マリオと遊び大全の横にいちゃいけないもんね。この、挟まれちゃいけないもんですからね。えー、今回も、えー、ものすごくね、テーマが怖そうなんですよね。やってみましょう。スーパーブラッドウォッシュ。明らかに服とかタオルじゃないよね。選択しちゃいけないもの選択してますよね。えー、スーパーブラッドウォッシュ。えー、血に、血に染まる、 選択、みたいな感じでしょうかね。今回はコインランドリーとか、ま、あ選択にまつわるお話というかね。コインランドリーで巻き起こる恐怖のお話らしいです。やっていきましょう。うーわ俺入っちゃうじゃんじゃあ俺くるくる回って、俺じゃん今今入った俺がこうなってるってことなんじゃないのおおー、ちょっと設定とかやりたいな。なんか、なんか、 お、サラさん。やれやれだ。ワット教授はいつもテストが厳しすぎる。ついに今晩はゆっくり休める。あー、なるほど。テスト勉強頑張ってたのかなこのサラさんは。全、ま、くリアムのことだから洗濯も掃除も何もしなかった。洗濯しないと明日仕事の面接なのに着るものがない。このリアムっていう人と、まあ、同居 まあ、同棲しているって感じかな、このサラさんは。だけど、まあ、散らかってるよと。で、洗濯しないと仕事の面接なのに着るものがない。あれなのかな働いてないというか、働いてなかったりとかしてるのかなこの服を集めて、地下の洗濯室に向かいます。To to to リアムには後で話すよ。To to to もう動揺して疲れてるんだ。To to この子のために頑張るんだ。あ、これは何か。 この子のためにっていうのはこれお腹をさすりながら言ってたりすんのかなもしかしたら妊娠してる妊婦さんなのかもしれませんね、サラ。そしてこのリアムっていうのはクソ男ですね。あのー、妊娠している、まあ奥さんがいるのにもかかわらず、働いていないってことかなまあ、しかも部屋の片付けもしていないってことでしょうかね。これはとんでもないですね。まあこんなもんかなちょっとカメラいじりました。ボックス。まだにほどきする時間がないんです。いつやるかわからない。 二人で同棲するために引っ越したのかななるほどね。まだ二ほどきする時間がないんです別に俺責めてるわけじゃないですからね。そんなサラさん。サラさん、ちょっとあんま重いものとか持たない方がいいですよ。ええー、散らかってるねー。なんだこの赤色のものはテレビ台。一日の終わりに座ってホラー映画を何本も続けてみるのは最高です。 ホラー映画が好きってことですね。ということはなんかあんま怖いものとかにはちょっと強いってことかな少し頼もしいね。小さな白黒テレビです。はい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 。ボックス。ダーツが趣味なのかな洗濯物、これとかか。汚れた服。こんなとこに置かなくてもな。せめて洗濯カゴには持ってってほしいですよね。キャビネット。我が家のキッチンキャビネット。一生懸命に掃除したので綺麗なままなのが嬉しいですね。 いいことですね。なんかあれですね。なんかこう、敬語を使ってて、なんかちゃんとした人感あるな。意外と聞くんですよ。ほう <laughs> 意外と聞くんですよって何もう、もう台所にこういう服とかを置くのはもうちょっとあんまよろしくないんじゃないですか先週買いに行ったので、今は結構いっぱいです。<laughs> コーラ好きだね。アメリカだね。欧米か。恥ずかしながら、一日の疲れを癒すために、ソーダに頼るようになりました。ははは。 なんかいいな。この敬語がなんか小気味いいですね。この中に面白いものはない。ちゃんと掃除できるように掃除機を買うお金を貯めてるんです。<laughs> お金がないんだな。とにかく。うわ。なんか黒電話、俺の知っている黒電話でもないな。この時間に電話できる人がいない。急に敬語をやめたな。この二つじゃないのかなトイレのドア。正直に今はリアームと話す気になれない。リアームが二日酔いを一人で直したがいい。うわ。 リアムはトイレで今こもってんのかは、吐き気とかでさ。で、洗濯もせずにね、働いてないくせに。これ、趣味悪いなこういうの飾らない方がいいですよ。これ。怖いですよ、これ。で、これを、汚れた服を入れて、まだ集まりきってないのかな引き出し。リアムの引き出し。マスクなしで開ける勇気がない。うえなんでこいつと、え付き合おうとしてんのよっぽどじゃないこれ。引き出しって。これ、リアムさんは、 大学生とかではないのかな本当本当どうしようもないニートってことなんですかね。鉛筆と書きかけの論文で埋め尽くされている。で、この主人公はなんか一生懸命勉強とかを頑張ってる感じでしょうね。こんなの嫌だ自分の知らないところで体が痛くなっている。急にね、欅き坂みたいなこと言いましたね。こんなの嫌だこれは調べられない。服はもうこれでいっぱいかなあった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  T シャツ。おぉ さて、汚れた洗濯物はこれで全部だ。地下室に行く時間だ。まあ、ちょっとあ、あ、あマンション、ま、マンション出ちゃった。んマンションを出る。ここでいいのかなマンションの中の地下室に、まあ、共同のなんかあれなのかなあのー、洗濯ルームみたいな。ランドリーとかあんのかななんだ、めっちゃタバコ落ちてる。隣の家の人やだなぁ。ちょっとこっちは、まあ、隣の家の人にね、文句は言えませんけども。 ここにいい人が住んでいて、少なくとも一人はいい隣人がいるというのはいいことだ。いい人か、本当に。こんなところにタバコのポイ捨てしてますけど、いい人ですかね。こっちは妊婦さんなんですよ。まあ、どうなんですね。あんま妊婦さん、ねえ、重いものとか持たない方がいいとは思うけど。ん気のせいか。なんか物音がした気がした。なんか落ちてるぞ。新聞を読む。見出しは、え 地球の切り先魔が人を殺している。<laughs> やばすぎるでしょ、これ。え ?30 日未明、通行人がち近くの敷地に無造作に投げ出された、ひどく潰れた死体を発見し、警察に通報されたこれ。妊婦を狙った殺人鬼みたいなのが出てるってことなのかな 情報によると、女性は確かに妊娠しており、これまでの被害者と同様、胎児が切り取られ、加害者によって持ち去られたと推測される。やばすぎる。これはもう、悪の中でもさらに上の邪悪ですよね、これ。 もうゴミオブゴミですね、この犯人は。この数週間で4人目の被害者が出ており、警察はこの街でこれまでに行われたことのない最も恐ろしい犯罪の連鎖の一つであるとして、手がかりを得るために奮闘しています。いや、これはマジで奮闘してほしい。こいつは絶対に捕まえなきゃいけませんね。これ捕まえられなかったりしたらね、警察にこれ相当、ね、ヘイトが行くでしょう。 女性とその息子が住んでいます。今思えばどちらも一週間ほど会っていない。狙われたりしてないかな嫌なところにこういう、ねえ不安にさせないでほしいですね。こちら妊婦なんですから、まあ、選択しに行きましょう。まあ、多少の運動はした方がいいみたいなことは聞いたことはあるけども、あんま重いものとか持ってほしくないな。3階。?3 階。あエレベーターはないのかなはい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 。 こっち2階とかは行けんのか行く必要はないのかなその階には行かなくてもいい。それに、この階の人の一人が意地悪な犬を飼っていて、廊下で飼ってるんです。廊下で犬飼ってる。やだね、なんか。お金ないってやだな。うん、お金があればさ、あの、お金があるそのマンションとかだとさ、家賃が高いマンションとかだと、よっぽど変な人っていうのはいなかったりするからさ、こっちはまだ行かなくていいかな。近っ地てかな。そこを取らなくてもいいんです。すいません。失礼しました。 地下室に洗濯ルームがあるっていうことでよろしいでしょうかちょっと嫌ですね、これ。あんま走ったりとか追いかけられたりとかは、ねえ、よくないですよ、この妊婦さんには。そこら辺のところはね、しっかり、あの、殺人鬼の方にはね、あのー、ちゃんと認識していってほしい。この小さなものがビル全体を温めることになっているのです。各テナントに薪を渡して、毎週燃やした方がいいだ。 <laughs> 急に父みたいになったな悟空さ、そっちの方がいいだ。まあでも悟空と同じでね、ニートの旦那がいるってことだからな電気ボックス。剥き出しの電気ボックス。いいね。何がいいんだよ。何,何がいいのいいねって何がいいんだ中身を見てみよう。ネズミのうんこ、ゴミ、雲。久々にゲーム内でうんこってワード見たなやだな古いエロ雑誌がいっぱい。怪しげなシミがついてなければ、 1、えー、1, 2円の価値はあるかもしれない <laughs>。1、2円の価値。アメリカンジョークだな。こちらは空っぽです。よかった。もう見ない方がいいんじゃないかこれのドアが詰まってるんです。なんだこれのドアって。あ、開けられませんよってことかな。洗濯ルーム、ツールボックス、工具箱です。管理人の荷物を調べたら管理人に怒られます。でもこの中のどれかを使うとは思えない。このツールボックスを使うこともあるってことなのかなあ、あったあったあった。アウトオブ。 オーダー。なんだこれどういうこと何壊れた <laughs> どうすればいいかな二階に戻って何か考えなければならないかもしれない。あのクローゼットから何か音がしたような。あ？何何か音って。洗濯物を干す前に洗わなければならない。乾燥機は壊れてないのか壊れてます。何これうわああ何何何,何えええ,えおい妊婦だぞおいボーボージョー何がボーボーなんだボーボージョー ジョー絶対ボーボーでしょ、これ。間違いなく。ボーボージョーお前いい加減にしろよ、お前。冗談じゃ済まされないからな。めちゃくちゃいい声じゃん。この女、びっくりしたぜふざけん、ふざけんねよ私がびっくりしたこんなところで何してるんだサラさんは本当はね、敬語をしっかり使える女性ですけど、これブチ切れてるからな、今。 あ謝んだ <laughs> 謝るんだあ怒られたら謝るんだ意外と気は弱いんだなびっくりさせたごめんね教えてあげるけど内緒にしておいてねおいお、はい ジョー、キレも狂ったかもちろん誰にも言わないよ。奥さんに追い出されたし、外は寒いからここで彼女を待っているんだ。びっくりするつもりはなかったんだ。大丈夫。ただ次回はドア開けっぱなしにして、暗闇に隠れるようなことはしないようにしましょうね。 わかりました。ところで、洗濯機を使お,うという使おうとしているなら、壊れているから仕方がない。日本語訳が独特。Yeah, バカにする。<laughs> バカにする。ちょっと面白いですね。何ここに隠れるのお前な、なんでこんなとこ隠れてるんだ、本当に。奥さんが出てったのはそういうとこでしょうね。ボ坊ーボ上ー。ボー,ボーのくせに。びっくりした、ごめん。S okay. <S 気にしないでください。ほら、普段は敬語使うんですよ。 <laughs> 翻訳が面白いですね。2階に戻ればいいのかなちょっとあれですね。独特のゲームですね。前回のね、あのー、殺しの館は、まあ、子供を狙った殺人みたいな感じだっって、まあ、最終的にはテレビクルーの、まあ、劇中というかね、あの、ドラマだったっていうオチだったけど、でも、ちょっと怖いところがあったみたいなオチだったんですけど、今回はどういう、 物語の終わりなんでしょうね。こんなんあったかなんだこれ。ベンツかなあのベンツとかの,あの車のエンブレムですかね。あっ誰かいるぞいい住人かなあのタバコ吸ってるやつ。なんか誰かを待ってんのかななんか貼り付けにされる <laughs> なんかさ、あのからくり屋敷とかでさ、くるって回るタイプのさ、あのドアの立ち方してんだけど、ここに、ここのスタン。 このその待ち方はちょっとおかしいと思うけど、あとセーターの趣味も良くないですね。Up, Sarah? おい、サラ、調子はどう性格と学校と就職活動を両立させるためにね。いや、大変だな。A tough world these days. 最近は厳しい世の中ですからね。リアムは君によくしてくれたかいや、ノ、no、ー、ノ、no、ーです。When he 酔っていない時はそうですね。<Yeah. S 1> いや酔ったら暴れんのかうわ、ゴミだな、本当に。こっちとら妊婦ですよ。 そう,そうか、悪くなったら私に言ってください。 スタンさん、いい人だな。話すのは簡単じゃないし、何も話さなくていい。でも、助けが必要な時は、私に話すと約束してね。スタンさん、めっちゃいい人は。もう話したい。もうあのね、あのボーボージョーのことをね、話してやりたい。あいつをこのアパートから追い出してほしい。私も妹も、以前はひどい状態でしたが、助けを求めに行ける場所があるんです。スタンはとても親切な人です。心配かけちゃってごめんね。 ああ確かにこんな時間に洗濯してるのか結構深夜なのかなしているんです。<Of> course, 一番必要な時に下の洗濯機が壊れました。<laughs> ああこれ洗濯しないとね、次の日にの,、ね、あの就職面接落ちちゃいますからね、お金がないとね、あの子供生まれた時にこれは不安ですから、1円でも多い方がいいからね。大変だね。Yeah. そうそうだクソといえば明日面接なんだクソみたいな匂いいつけていくかな <laughs> 急に急に口悪くなったなサラクソとか言わない方がいいですよ女性女性はね緊急の場合は24時間営業のコインランドリーがあると聞いています郊外にあるんだがまだん週バスに間に合うバスに乗っていくのか結構遠いとこまで行くんだなでもそんな夜ある 夜遅くに出歩くのはやめた方がいいと思うぞ。特にあの狂人がうろついてるんだから、やっぱ話題になってんだな、この街で。A big girl, Stan. 大人よ、スタンさん。この場所の住所を知っている。でも狙ってんのが妊婦さんですからね。Sure, sure. はいはい、置いてあげるよ。でも気をつけろ。ありがとう、スタンさん。はい、できればついていってほしいな。 コインランドに行く前にカバンを持ってこないと。ありがとう、スタンさん。でもいい人だな。なんでこんなところに立ってるのっていうちょっと不安はありますけどね。待ってたっていうことないこのタバコ。あなたが犯人なんてことはないですか前回もね、殺しの方も犯人がね、身近な人物でしたから。ありがとう。スタン、ありがとう。今んとこ二人登場人物出ましたが ま、どちらも怪しいですね。まだお前、トイレにこもってんのカバンってこれカバンを拾う。えらい四角いカバンだな。コインランドリーへの最終バスに乗り遅れないようにしたいものです。そういうものですね。こいつと結婚するのやめた方がいいんじゃないかまあ、でも子供もいるからな。ありがとうね、スタンさん。スタンさん、あなた犯人じゃないことを願うよ。そんなドアに貼り付け、貼り付きながら、なんか、歩かなくていいと思いますけどね。 で、えー、っと、これは1階のドアを降りればいいってことなんですかね。ここのマンションの住人、まあ、スタンさん、まあいい、いスタンさんはいい人だと俺は信じます。あ,あ、ロビーあるんだ。やだな。嫌な落書きがあるな。気がめいるな。ボイド、んボイドって書いてあるな。なんだこれ。うん。VO。うん。レロ、レロエロにも見えるな。怖いですね。こういうのは読めたりは、 しない。ああ、なんか落書きだらけだな。ちょっと誰かいるな。誰だ、あいつは。無視していきたいところだけど。古いスーツケース。ギャングの麻薬取引に巻き込まれなかった方がいい。それは別の夜の冒険だ。何の話をしてるんだアメリカンジョークか、うん別の人だな。ジャンキー。ジャンキー、やだな。何のジャンキーなのおい、大丈夫か お困りですかなんか発作してます発作みたいななんかでる困った感じのポーズ取ってんのかな they, they, they あの野郎たち俺から盗んだんだ。何を盗まれたんですかあのスーツケースかい <took> 奪われたんだ。壁の中の人たちが奪われたんだやばい彼女 彼女は今ここにいます彼がほっといたほうがいい。かわいそう。ああ、もうジャンキーだからもう、あれなのかなわけわかんなくなっちゃってんのかな話しかけないほうがいいね、ほんとに。いくつかのセール広告。ペットの行方不明。特に変わったことはありません。いや、気をつけたほうがいいよ、これ。女性で狙われてて。なんか怪しいもんな。もうバス停目の前だ。目の前がバス停ですね。バス来ないのかな え、待ってたら来んのか目の前がバス停ってのはまあ、え、お車走ってる。へい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 ,へいへい。バス来てるこっちから来るよなあっちが、その車線なんであそこに止まるんだろうなんか狙われてる感があってやだなメーター僕です私の兄は電気技師なので、これが何なのか私よりうまく説明できるはずです。いや、兄のことは知らんのやけどさ。こっから先は行けないんだな いや、なんか狙うように止まってない気のせいかしらあ、こっちも行けない。いや、カバン持ったよね。バス停。バス来ないですよ。タクシー。へい、タクシー。へい、タクちゃん。おい、来ないぞ。お、なんかある。印刷機。警備員の求人が出ていました。応募したいけど夜間だけだし、大学の宿題をする時間もない。なんかプシューって聞こえなかったお、バス来てる。いつの間にかバス来てる。 乗せて、バスに乗る。なんか乗る場所がなかったけど。おーおおお、怖 <laughs> バスの運転手、怖いよ、怖い。チラザーアートよりもさらに怖いよ。ペラッペラだもん。こんな時間に、どこに行くんだ。街の外れにあるコインランドリーへ。嘘つきな。洗濯をするには、かなり夜遅い時間だと思う。洗濯物持ってるでしょ、カバンに。 もし、簡単にお金が欲しいなら、あなたのような可愛いい女の子に何かあるかもしれません。なんだそれ。現金で支払う必要もないでしょう。なんだこれ、何言ってんだこいつ。そうだね、運転してくれないキモいクソ野郎。あれなのかなあなんかちょっと、あれなのかな私が援助してあげるから無風なことしようみたいなこと言ったのかなクソ野郎まったく、Whatever, <bitch. S 2> 座ってに行け。座ってに行けってなんだ 誰もいないのか。汚れた椅子しかねえなぁ。あ、なんかある。シート、これ、ポロアロイド。この写真は本当じゃないに違いない。ひどい。なんだろ、うこれ。嫌な写真が落ちてたのかな汚れた椅子しかねえけど。あ、ここは汚れてないのね。ここ座れってことね。なんか変なやつ乗ってきたりせん大丈夫これ。 動き出したかななんか登場人物全部嫌なんだけどなんか唯一いいスタンだけ逆に浮いててさスタン犯人なんじゃねえかなって俺逆に思ってるもんスタン犯人じゃねえみたいなさ何も起きないな、うん、主人公もなんかいないけどねこれ <laughs> 足とか見えないけどね今動けないですようわなんか急に怖いこと起きそうじゃない大丈夫かなこれおっほっほっっっ ああいつじゃねえかなんか目赤くないえ早く乗れよ。早く座れよ。えええええ目赤い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 ですよあなたおいなんでそこに立ってんだお前座れ座れああそこの黄色いポール持ってる。こっち見たおい乗るなこっち来んなお前 頼むから、お前う。いろんな、ね、椅子あるんだから、座ってくれ。空いてるだろ、席。汚れてるから嫌なんですかこっち見んな、たまに、お前。目離さねえからな、お前何かしでかす可能性あるから。こっち見るぞ、こいつ。ちらってこっち見るんだよ。見るな、こっちよえ、なんかこっち、前とか見とかなきゃダメなのかな窓の外を見る。あー、なんか怖い。びっくり予そ来そう、これ。 外は真っ暗で道も見えません背,背で止まってるのなんで背いやこれなんかこっち向くどいーキモい男ー <laughs> キモい男ー <Hello. S 1> こんばんは May I sit beside you? この席は空いてますか plenty of other seats,、so、他に席はたくさんあるんだから他のところに座ればいいのにそう汚れてるけどなでも May <I> 隣に座ってもいい よっぽど美人なのかな主人公 <you> 耳が聞こえないのかケロポケサラー結構口が悪いですね俺にはちゃんと敬語使ってくれんだけどね to うわ怖いこと言うな今夜死ぬんだぞ <何> to 今夜死ぬんだぞ見たんだ今夜は地球で最後の夜だあなたは破滅の道をまっすぐにまっしぐらに進んでいるのですそれがわからないのかあなたとあなたの中の子がうわ最悪なこと言うな気も悪い男だこいつは 何を他の人たちと同じようにん見つかってっちゃうぞ<や>内臓を引き裂いて天使に見せるんだああそうだ間違いないこいつ犯人だろあえ新聞のやついややめてくださいうーわこ怖わめっちゃ怖いなこれこの席は空いてますか right, あ,ありがとうバス運転手ちょうどよかった さて、道場さん。コインランドリーに到着です。いやー、キモバス運転手ありがとう。どけよ、お前いやー、俺がどくから。おい、俺がどくから。バス降りる。ここで降りられる。よかったー。よかった、降りられたー。いや、登場人物全員嫌い。登場人物が全員嫌い。あ。オープニングムービーみたいな流れ出したぞ。 いや、マジで登場人物全員ゴミなんだけども。何がこれ回ってんのこれ。何が回ってんのなんかに見えなくもないけど。気のせいですよね。スーパーブラッドウォッシュ。いや、なんかテーマはいいけど、やだなぁ。あ,あ、主演。あ、でもこれは劇中劇ですよみたいなこと書いてあるな。スタン役。ピーポー役。なんだピーポー役って。ピーポーって誰 クジャンキー役。いや、ジャンキーってやつはいたけど、ク、クがついてる。老女、ボーボー女王、ゲスなパトロン。ゲスなパトロンってなんだキモいやつ役。ああ、キモいやつあいつ。葬儀屋とかもいっぱい出てるんだなまあ声優さんみたいなことかなピザやつ役。なんだピザやつ役って。やべえやつばっかってことですね。死アニメーター。 これはちょっとなんか追いかけられたりとかあんまないのかななんか逃げたりとかできなそうだよね。戦ったりとかさ。やっぱ妊婦さんですからね。やっぱ弱い人間をね、狙う犯罪者ってのはマジで嫌いですね。せめてなんかね、強いやつと強いやつっていうかね、なんかそういう弱いやつじゃなくてさ、普通の人を狙えみたいな感じに思いますけど。もうゴミとかすげえあるな。 ああ、ピザ屋とか、なんかいろんな場所の複合施設みたいな感じなのかなちょっと画面の揺れが激しかったので、ちょっと設定で変えました。これなんだ電気屋。本当は先に洗濯を始めないといけないんだけどね。ああ、ここに入ることもあんのかなあーなんか洗濯待ってる間に、まあ時間潰す場所みたいなのがあったりすんのかなピザ屋。 そして、これは何ピーポー。本当はピーポーに入る。なんだピーポーって人々なんか電気、電気が壊れたりとかもすんのかな帰ったら節約して残り物でも食べようかなあー節約は大事だね。お金は大事ですから。送るものがない。ここはコインランドリー来たー。おコインランドリー、でもなんか、怖いこと起こるのかなと思ってる。なんか受付とかあるんだね。ほいほいほい。 いらっしゃいませ。Oh, um, あ、あのー、<Are you S 1> このコインランドリーは、本当に夜通し営業してるのか <laughs> 急に、急に敬語やめた。夜通し営業していますが、私は夜中に仮眠を取るので、それ以降は何も求めないで。うわー、大丈夫かな、ここ。Oh, <okay. S 1> はーはい、わかりました。私の眠りを邪魔しないようにね、嫌な従業員だな。おい、と,とりあえずこのベル鳴らしたろ。 いいでどこで選択するんだ選択する場所決まってんのかななんか独特のカメラの視点だな。この左右がちょっと遅いな。ちょっと変えるか。でもあんまり早いとねちょっと、ちょっとみんなが酔っちゃうみたいなところもありますけども。ちょっとずらす。ちょっとこれ。これぐらいにして。はいし。 ま、これぐらい仕方ないかな。縦、縦が。あ、あったあったあった。ここは空いてるとこ使うのか。あ、でも乾燥機か、これは。うーん、こっち側乾燥機。あー誰かいるじゃない。なにこいつ。パトロンあ、パトロンなんですかどういうこと、パトロンって。深夜に洗濯もするんですかこの先の工場で夜勤をしていて。 仕事が終わる時間に空いてるのがここだけなんです。大変だね。最初の1台が焼けたときは本当に面倒だった。最初の店のか。この辺りは初めてですかああ、ここは数年前まで隣になったんだが、大火事があったんだ。原因がはっきりしない。なんか1個目の洗濯のコインランドリーが燃えたってこと大変だな。その火事で少女も死んだ、従業員が。 噂を広めるのはやばいですが何が何起きたの,起きたの彼女の死に方が非常に奇妙だったすぐに火がついたわけでもなく逃げる時間は十分にあったはずなのに彼女は逃げなかった彼女の死体は会社で発見されたあらー燃えたけど逃げてる様子がないってことか殺人事件の捜査が始まったと聞いたわ少女が火事の間閉じ込められてると刑事が思ったらしい しかし、誰も脱出しなかったので取りやめることにした。なめ、怠け者のクソ野郎だ。ちょっと何言ってるか全然わからない。もしそれが本当ならかなり奇妙な話ですね。本当に奇妙だな。警察が調査を取りやめることにしたのが早すぎたと思います。え、特に死球の切り裂き魔が女性を惨殺している間はね、最近の見出しはそればかりだ。ああ。この事件があったからその調査が、捜査が終わったってこと うん、パトロンって何なんだろうこのゲームになんか支援した人だったりすんのかなどっかに空いている場所があったりとかするあ、たったたた。ここでまず選択だね。オッケー。えー、小銭を手に入れる。<laughs> 細かいな。小銭どこ小銭。ランドリーの。レストルーム。高級系場所でしょこれかな電話を使う。 電話をしなければならない相手はまだトイレトイレで入っていることでしょう。ああ、なんか怖いことがあったら、あの、パルムだっけあれを呼ぶみたいなのもあんのかな小銭がないってことか。ソープ、おなんだこのぼったくりは自分のソープ持ってきてよかった。はいはい。めっちゃ高いあれなのかなあのー、石鹸が売ってたってことかなゴミ箱。え、どこに両替機あんのこっち何こっち。いえ、怖っ。なんかひび割れてますけど。 壁この壁は他の壁と違って見やすい爆弾とかね、あれば、ここ爆発したら、こんなとこにあるチェンジ。<laughs> 置く場所間違えてないか選択と関数はこれで十分です。あん札束しかなかった、札しかなかったんだな。この壁なんか、ねゼルダの伝説とかだったらな、テレレテレテレデンってなるでしょうけど。はい。おー、入れた入れた。なんかもう畳んだ状態で入れた。 服の洗濯を待ってる間にプラザの他の店を見て回ればいいんだな暇だからねじゃあピザ屋でピザ食べたりとかまあでもお金もったいないような気がするけどまあいいのかなこの音は一体何だ子供の鳴き声のように聞こえるが子供じゃないと思うああみたいなあれこの車はじめに家の前に止まってたよなおかしいなこの車見たことがあるような気がするんだけど ええー、つけられてんのかなでも、この車でつけられてるんだとしたら、あのなんか、キモい男ではないよね。うん。この仕事につけば、えー、数ヶ月後には車を買う資金が貯められるといいんですが、そうね。ピザ屋、ピザ屋入ろうか。とりあえず、いろんな店に入って、あ、おいしそう、おいしそう、ピザ。おおピザ野郎<笑><笑>ちょっと口悪すぎますね、サラさん。 見えなかったごめんお困りですか洗濯物が終わるまでの日おい食わないの買わないのにピザ入ったのそれはお前の方が悪いなあなたが遅くなっちゃったもうすぐ閉店です洗濯物が出来上がるまでご自由にお,お過ごしくださいえ飯買わないのええええ飯クレームマシーンああ 1>, 1週間以上前に行方不明になった若い女性が乗っている行,行方不明者募集のチラシなんです R を押すいろいろあるんですねこの辺の人何かしてるかなこれを人に見せられて何か言われるかもしれないおうおこれこれを調べたりするってことなんだアーケードマシンってえええ何これえなんか謎のゲーム始まったんだけどええ避けるだけ何持ってんだこいつ緑の 何持ってんのうわあああああゲップで戦うこいつゲップで戦う <laughs> 謎のゲーム始まったぞうわわわ強くなったうんこになったこれはもう負けようがねえぞうい。なんでうんこい下 <laughs> 品なゲーム音うるせえ汚ねえよこれ。への音だろこれ、ゲップから。 とにかく汚い音ですね。海外だとね、あの、おならよりも、ゲップの方が、なんか汚いとされてま、されてるらしいですけどこれ以上強くなるのかなぁ。もうやめていいこのゲーム。このゲームやめていい。難しく。あ、何えなんか入った。あれ、金塊かえ、あれ拾った方がいいのかないや、金塊じゃないな。わぁ、シルクハットエビかわいい。シルクハットエビかわいいなぁ。おい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 。おいおい、うまくない 上手くないう,うまいけどあ,あ,あ金塊やっぱダメっぽいなあ終わった貴様はショ初期の犠牲者だ, <laughs> なんだこれ <laughs> 暇つぶしってこういうことだったんだね私の未来を知りたいのはよく眠るかどうかだけですあ,あこれで暇つぶししたんだちょっとゲームセンター的なこともあるってことで、ね、最近の行方不明者について何かしてますか no, not、really. い,いえ、知りません。行方不明になった女の子のことは知っていた。彼女は私と同級生だった。あら妊娠していること以外あまりよく知りませんでした。彼女が街を飛び出して、彼の犠牲者の人にならなければいいのでしたが。なるほど。ということは、この人、この行方不明になっている女の子も、あの、まあ、ま、あこの殺人事件の犠牲者になっている可能性があるってことなのかな おなんかあるんリポート2。こういう。こういうことかな何これおおすごいああ、なんか、アメコミみたい。アメコミみたいですね。よく見たらなんかエロいな。うん。謎の漫画。<laughs> 謎の漫画読める。ははは。何この漫画 <laughs>。すごいな日本語訳してほしかったな日本語訳してくれればね 初の漫画実況にななったんだけどなぁこれも読めたりするのかなあ乾燥機とかが売ってんだね。<laughs> 待って、何て書いてある、まあ、とりあえずこれ一回しまおうか。クレイジー、クレイグレイシーマネージャーか。クレイジーマネージャーじゃなくてよかった。はまがよくお似合いで。お客さんだテレビをお探しですかトー,スターは？ーミキサーは？Sorry, あ、なんでもない こんな時間に家電量販店を覗く人なんてどんな人なんだろう洗濯を待ってるところです。ここで洗濯機と乾燥機を買えばいいじゃない最新機種を最安値でお届けします悪気はないのですが、ここにあるものはかなり古い気がするのです。最新機種じゃないんだな。<Thank you. 笑> ま、私自身はかなり若いと言え,言えるかもしれません。何てんだこいつじゃあこれを。おかしいでしょう。殺人のことを考えると恐ろしい気分だ。 被害者が女性ばかりなのを知ってるけど、それでも。これも、これもなんか買んのこれは、これはもう聞く必要がないってことかなうーん、なんか特に、ロックボックス。お、はい。ステレよ欲しい <laughs> そっか。欲しいんだね。洗濯機のとかの話はする。確かに古そうだな家にあるのは結構いいものっぽいもんないいテレビですね。 乾燥機見てみる本当に書いてい特に今夜の後はなるほど。まあ、特になんもないのかなぁ。まあ、いろいろ聞いて回るってことかななんかそろそろ終わってたりしたりしたらいいけど、あっちはもう、もうな、行く必要はないってこと。あ、ピーポーとかなんなのかよく分かってないもんね。ピーポーってなんなんだろう酒場あ、ピーポーってコンビニなのか。 あ、いや、違うな。ビデオ屋か。ホラー映画が増えてきた。店主はどうやってこれだけ手に入れたのすごいな。あビデオショップか。もう最近は聞かないね。あ、おっとおっとっとっと。アダルトコーナーかないらっしゃーい。あら、いいですねリーアムがこのテープの男たちのようなことをしないのが残念だ。女もそのをしない。何え、えリーアムって誰リーアムって誰 おーヴィンテージ VHS、AV。スキャンダラスなタイトルです。なんかよくわかんないな。ーああ、もう、いやなんだ、ピーポーなに、ピーポー好きやりあ何も盗んでないんです。ごめんね。ああ、なんか盗んでると思ってたのピーポー。好きやりなんだ、お前。 うん、こ,こ,これについてちょっと聞くだけ聞くはい最近ずっと続いているんだいつから桐咲馬の殺人はいつから始まったのもう何年も続いているんだうわ警察全然捕まえてないね年で続いているんだ何度も言わせないでくださいそうこの辺りは安全な辺りとは言えませんコインランドリーが火事になった時以来 ああそこにあるのか新しいものです。古いのはすぐ隣にある。あの夜からずっと空っぽなんだ。コインランドリーの火事と行方不明になった人に何か相関相関,関係があるってことそうだよね。そうなの火事で誰か亡くなったのですかなんか逃げなかった人みたいなことが書かれてたけど、あれ関係あるのかな わからないです火災発見時そこで働いてた少女が見つかっていない骨も何もないその後あちこちで誰かが行方不明になるそして時間が経つにつれてそれが頻繁に起こるようになったのですそのせいで数年前に娘と孫をこの地域から引っ越しさせたあっピーポエピーポー優しい人だな他に何かありますかほっといてやることがあるんだ なるほどね。結構なんか有益な情報を手に入れた感じがしますね。あまりガンマ好きじゃないこういうのなんか子供の時好きだったわ。ん七夜って出た今。あれ七夜なのこれ。ピーポー。ビデオ屋じゃないんだ。まあ、とりあえず見に行こうって出たから行ってもいいかなとりあえずこれ。なんか向こう、ここが焼け落ちたのか。この、のこのコインランドリー焼けたからって横にコインランドリーつけるかな作るかな なんかちょっと、ちょっと発想なんかよくわからんよな。別店舗ってことなのかな別の人が作ったってことかなうん、下着とか取られてないかな大丈夫かなあいつまだいるな。あいつはもう話しかけなくていいかなここら辺だっけなんかここら辺だったような。あたた、洗濯物を持ち帰る。よっとー。洗濯物あんのかなあ、ない。あ、これはもう強制的なアイテムかな で、乾燥機に入れればいいよね、とりあえず。とりあえず乾燥機に。あ電話もいいとりあえず乾燥機に入れる。はい、オッケー。誰かがフロントカウンターのチャイムを鳴らしたのでしょうかえ、でも電話鳴ってたけどね。お誰なんだこの音。 ああ、特に関係なかったか。まあ、一応、あの、なんか、パトロンって人にも聞いてみるか。あなたは警官かその行方不明者については何も知らない。ごめんなさい。まあ、でも一応、パトロンが犯人なんてことは、なんか、なさそうだから、いてほしいよね。なんか、変な音してるな。あ、なにこれ鍵置いてある。トイレの鍵。なんでトイレの鍵えロストファウンド。お 忘れ物だ。ああ、俺、そういえばゲームアドバンス忘、ねえ、なくしたんだった。帰る前に持ってくるよ。長い夜になるだろうから必要かもしれないね遊べんのかなあほほほほほいろんなゲーム遊べんなポークシーリベンジ。インターアクト押すと開始。おい。え、なにこれすごいすごいレトロ感ある。いてーあ、いや、倒したのかお、はい。 なんか子供を殺してってる感じがするけど嫌だな避ければいいのかなとりあえずなんか持ってるもんなこいつなんか撃ったりとかはできないで前にも行けない当たって当たってる当たってる当たってるななんかこの3方向だけじゃなくてちょっと中途半端な間があるかもしれんほらほらほら3方向ってわけじゃないんだなしっかりちゃんと 上に行き切ったりとかしなきゃな,なんかこう、なんかわかるこの、この <laughs>、<この笑>ちょうど真ん中に行けないのがもどかしいわ。3方向だけにしてほしい。てか、主人公、スコアが0になる。あー。やめるわ <laughs>。びっくりするぐらいつまんないゲームだったなね、ね、そのまま攻めて終わればいいのにさ、スコアが下がって永遠にできちゃうみたいなさ。 おいなにこれん乾燥機用シート。えトイレ。レストルーム。こっちか。トイレにも鍵かかってんの。勝手に入ってねみたいなことかなはい。女性用。おほほほ。おうおうおう。あ。はい。ええなに これなら飽きたら電話しても楽しいかも。ロビーに電話があるので、それを使うのも、使うのもいいかもしれん。え ?8675309。えここに電話すんのえ、なんか、こういうトイレに書いてある電話番号に電話するやついるんだ、ほんとに。なんか落ちてる。漫画かまた。なんか、漫画。<laughs> いらんなこの漫画が読めるよ、みたいな。なんかいろいろこだわってな漫画を、なんか増やしてみたりとか、 なんか右左に向くのめっちゃ時間かんな漫画を増やしてみたりゲームできるようになったりとかなんかこだわりを感じますねこのゲームに男子トイレはロックされてるおかしいな確かにね鍵鍵鍵持ってたら悪とかああ入れんだはいはいはいでこれはルイス・ケネディに関する警察の報告書なんで落ちてんのこんなとこに ルイス・ケネディという容疑者の詳細を記した、えー、警察の報告書です。この情報はあくまで世間の好奇心を満たすものですが、あの名前は何度も出てくるし、もっと詳しく調べられないかな。これを人に見せられて何か言われるかもしれない。あ、またそういう感じこれ何なのこれ。ルイス・なんちゃらってやつは。これあこれを拾えばいいっていうことなのかないる。 なんか、ハあハあ言ってる。なんだろう、ロックされてる。もう鍵はないもんね。そういうトイレの鍵じゃないもんね。いやー、なんだ、何がいるんだろう。あの車の男かな。まあ、ちょっと、ワンチャンスタンの可能性とか。なにゴジラみたいな泣き声したけど。なにこれ。マネキンジジーのマネキンか。 誰がここ、これをここに置いたのかな嫌がらせだなさっきの声は何だよ、それにしても。なんか置いてある。スマホリモコンテレビつけれるってことかなリモコン、うん。横の移動がたまに遅い。リモコン。あ、あれか。え、え、え。オープニング回ったやつ。なんで拾ったお前。入店時に見た覚えはないのですが。

まあなんとなくテレビはつけっぱなしにしとこうかあのマネキンは置きっぱいるあいるいるいるじゃちょっとうわいわうわうわ,わなんで持ってきたあ,あちゃんと話聞けんだないろんな邪魔なもの多いなこれなぜそう思ったのか知らないがルイスは知ってる全焼した古いカンコインランドリーのオーラーああそうなんだ 友達だったがある日突然いなくなった関係者が続々出てくるなこの関係者の知り合いみたいな人がね宇宙人になったんだルイスが宇宙から私たちを魅了しているじゃあさよならもうあなたにと話すことはないです <laughs>、ね、役に立たなそうですのでこんなんあったっけさっきなんか知らんものが追加されてたりしそうだな人形の頭しかないけどそれ以外もあったりするのかな うん。他のやつらの話聞きに行くか。ルイスじいさんは本当にクソ野郎で、若い女の子が好きだったんだ。じいさんなんだ。ああ、じゃあもしかしたらなんか悪さしてる可能性あるのかな。 噂話をするつもりではないのですが彼の部下である哀れな女の子をええー、払わませたのは彼だと聞いたことがありますなるほど彼女の名前思い出せないがあのスキャンダル火事そして失踪と真相は分からないままだろうああなるほどちょっとなんか分かった感じはするなこのこれを見せる意味とかあるかな新婦を呼ぶかいそうだねリモコンいりません はい、すみません。l o u うう i ああ女。え何も知らないって言ってたけど何一回これ閉じるか。Like、彼女に似ているね。<Who? S 1> 誰 <Same eyes. S 1> 同じ目。<Same hair. S 1> 同じ髪。ああ彼女は昔は <so beautiful. S 1> とても美しかった。 昔火事で死んだ人かしかし彼女が亡くなったもう随分経つのに彼女が見つからないんです落ち着いてくださいついてきてここから脱出してあげますえ脱出して逃げろってことかな、oh. この辺りで行方不明になった少女知ってるかおばさん大丈夫か <laughs> 話終わったようです話終わったでしょこれはダメ うーなんか知ってる情報。なんか怖がらせに来ただけ。主人公は似てるんだなおや嘘だろ嘘だろおい、やめてくれ。おや、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 おや嘘だろ嘘だろ何が起こったか皆さんわかりますかね嘘でしょ老,老女の、老女のアイコンが消えないけど。おい、頼む頼む 頼むやめてくれくうーくうふうふうおちょっとやり直してたら、コインランドリー全焼に関する新聞っていうのもできた。この新聞には消失したコインランドリーについて書かれているが、詳細のほとんどは色褪せてて読めない。この辺の人何かあったかしてるかなこれを人に見せて何か言われるかもしれない。またやっぱ色々な人に聞いていくっぽいな。ただ、あのババアに聞くのはもう怖いんで、 あのババアには俺はもう聞けないよ。はい、で、ルイスじいさん若い人好きだった。で、えっ、ー、と、新しいやつ。これはもう見せて、こっち。本当に残念でしたが、秘密を隠すには燃やすしかないこともあります。ああなんか秘密があったからもう燃やしちゃったのかな。証拠ごと燃やしたみたいなのがあるのかな。ババアには話さない。<laughs> ババアは。 ね、ババアはバグにね、いざなれるから、俺の貴重な15分を奪うからな、ババア。えー、こいつなんかあんま大した情報持ってないから、俺には本当にアホにしか見えない。すごいこと言うな。えーっと、こいつ。私は何も知らないんで、少し前に店を出したばかりだから、見た目で分かると思うんだけど。 しかし私は探偵じゃないが言われてみれば夜、外で聞こえる音と関係があるような気がします。自分が若いと思い込んでんだな。私がおかしくなっていなければいいのですが、夜中に変な音がするんだ。悲鳴かな子供のような声ですが、子供の姿は見えません。子供の声さっきの声みたいなのは子供の声なのか、やっぱり。子供の声ってこれな。 あれだよね子供の声ってことは、この赤ちゃんの声とか、そういうことですかね。これな何かあったりするのかな。車が見る。特に何もないな。あのなんか乾燥機とか、あの洗濯機とかあるじゃないですか。あれってなんかイベントが起これば、乾いてんのかなとかさ、終わってんのかなと思ってたんだけどさ。うん、これリアルなのよね。自分の残り。 <laughs> 10分18秒マジで待たなきゃいけないのかなだからゲームやったりとかして時間潰せってことなんでしょうけど <laughs> マジで10分待たなきゃいけないってもうやることねえからなテレビ見たりとかしろってことなのかな時間経つの遅えな15分マジで待たなきゃいけないのか,なんか電話できるとかあったよねお 深夜の浮気ラインにようこそほんの一瞬であなたのワイルドなファンタジーの女の子と60秒間無料でつながりますなんか昔にあったテレクラみたいなのやってるのかなこれコールがあるあらあらハンサムさんええ、そんなこと言われるのは初めてですえーっとようこそ可愛い女の子よどういうことだろうこれあそこの ランドリーとかに書いて電話してもらってなんか儲けようとしている人ってことなのかなお店というか電話くれて嬉しいよこっちは寂しかった <laughs> やばいやばいやばいこのゲーム大丈夫なの本当に任天堂の検閲をこれ通ってるのかこれくそごめんね今日が恥仕事なの俺には向いてないみたいだえ俺 この番号が何のためのものかさえ知らなかった。ただ、おもしろ半分で電話したんだ。たった一晩だけど、いろいろでキモいやつとあったよ。あーなんかそういうね、あのー、なんかエロいことを目的で電話してくる男たち。 の電話をこののコールがある人たたちは受けてたってっこことかなこんな時間に適当な電話孫にかけるなんてどんな人なんだろうまあ、でもサラもかけてますからね。洗濯物を待っている疲れ切った大学生。この時間帯にはまだ営業してるんですかただ、これは少し郊外にあるんです。待てよ。ピザ屋の あのプラザで、あ、なんか情報そう、ああ、れだ、知ってるのかそこに住んでいるんだ。おい、こんな夜中に外に出るなよ。地球の切り裂き魔がいるんだから。行方不明になった女の子の1人を知っています。あの辺りで行方不明になったんだ。だから家に帰った方がいいって言ってるんだ。新聞に書いてないことがあるんだ。え新聞には載ってない。情報規制されたことを。 このコールガールの女性は知ってるってことストーカー行為や殺人行為以外にも本物のサイコパスだ彼の仮番のど真ん中にいるんだ気をつけろやばここ今すぐ洗濯物持ってできるだけ早くその場を離れましょうでもいい人だな親身になってあらあ再度深夜のセクシーな会話をお楽しみいただくにはクレジットカード番号を入力してくああこういう感じなんだね怖い本当に帰りたい気をつけないと 気をつけないとじゃなくてもう帰ろうでもこれは取りにねああと2分かちょっと外出てみるなんかイベント起きたりする起きなさそうだなババアもいなくなったなちょっと2分待ちましょう2分持って待って帰ろうすぐに、ね、よ,し,よーし終わったーさあ帰ろうえ一体何何何かあった この子はまだ濡れています。この機械は壊れてるに違いない。あれは私の最後の小銭だったのだ。あの従業を見つけて小銭を取り戻さなければならない。あんなに待ったのに、乾燥できてなかったの腹立つなえ、なんか血みたいなのないえ、あれ結婚かえ、やばない開いてんのかなああ絶対何か起きてるよ。ふぅ、ふ なんてこった、社員だ。彼はズタズタに引き裂かれてる。警察呼ばないと。あの上からなんで飛び降りてきたんだ、落ちてきたんだ。ん雑なモザイク。警察を呼ばないと。ああ、血がいっぱいあるもんね。古いレコード。ロッカー。ロッカー。えー、なんで死んじゃったのここなんか情報ないかな。パソコン使わなくていい。机。 金庫あ、るぞアーパサードああ、れば知ってりゃねあここ電話だいや。乗ってない俺。<laughs> こいつ乗ってない ?911 なんだね、海外は。911、緊急時代ですか私の名前はサルです。今は緊急時代だ。救ってくれ。私の居場所は。ビープ、ビープ、ビープ、ビープ。<Shit. S 1> くそえ、なんで、なんで,で電話と、取れちゃったのあ、来たのか。 バートン巡査ここから通報があったそうですがおかしいですねえっえサラは誰もいないみたいだけどえサラはえこれ巡査の視点かそうだよな警察になったってことだよねあそこまだ島空いてるのかえっサラまずいんじゃないロックされてるおかしいな誰か泣いてるか ピザ屋のそばのオフィスから聞こえてくるいや赤ちゃんの声だぞいや犯人は誰なんだろう誰かいるのかな今まで犯人は会ってたのかなピザ屋のオフィス怖い怖い怖いよ怖いいやピザ屋あこれ電気屋 Hello? Is anyone there? 誰かいませんかあピザ屋のオフィスってそういうことかこっち側が空いてるってことかこちらは警察です there, 誰かいるから今すぐ出てきなさい怒ってるなこれは調べられない掲示板いくつかのお知らせやスケジュールそしてドナーからのメモが書かれていますドナーって誰私の弁当を食べている誰かさんがバレバレしてヘンリーに報告する かわいそうなどな,な,なんだこれ全然意味がわからんピザ屋のオフィスコールセンターってことかなあー刑事じゃない巡査は刑事じゃないんだな実動部隊ってことですかね何かのうん死んでんのえピザ屋まで死んでるとこあるあこ,こっちあるねえピザ屋のオフィスどうなってんの ピザ屋のオフィス、広すぎだろ消防士じゃないんだから、えー、万かどうか確認する必要はない。鍵がかかって、どこか、え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 、ピザ屋のオフィス広すぎないえ、本部なのここ。ドミノピザとかの本部かこれ。え、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 なんか持ってる。え、え、ちょっと、ああ、ああ、ああ。 おい、銃撃てよ。お前銃持ってる。いや、持ってる持ってる銃持ってるなんて怒ったそれは子供を抱いてたのか撃てないのうわ、撃てるよっしゃおら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 もう大丈夫だふん。<laughs> 発砲しまくったのいや、武器持ってたらもう強いよ。鍵あるな。事務所のキー。よ、ちゃんと銃持って。ここは調べられないだな。 こっちかいや怖いなこの鍵ここじゃないんだ銃持っとこう <laughs> 威嚇射撃しながら行こう弾無限にありそうだからってことはもう結構ここじゃないここだおい銃持って銃持っていやピザ屋の箱だらけピザ屋の箱でもないけどな ぞ打ちながら行くぞ、俺は。どこだよ、この場所。あれあ,あ、あとこっちだ。いや、何なんだんだ、この世界観は。こっちね。はい。鍵付きドア。この鍵で開くええ遊ばれてるいや、怖いよ。なんだ、ここ。 ここから来たんだよな。別の道があるわけでもない。せっかく開いたの。ええええよかったあなたは私を助けなければなりません。ナイフを持って走り回ってる狂った人がいます。原速性大丈夫です。私に従ってください。そして私にはあなた、私はあなたをここから連れ出します。いや、怪しいんじゃないか、こいつ。ピザ屋ってこんな見た目だったかああああああ <laughs> あなんだ突然後ろに誰かいるぞ後ろに誰かいんのおい誰だよこれ誰か分かんねんえ他に出口があるはずだってえええこっちだってあっち閉まってたよあっち閉まってたけど開いてんのうん？あここここ入ろうおおんか都合よく落ちてきたけど 来るぞ俺は来るるぞちちななががららうわぁなんだえ誰か刺してんのイェーイクセモノのやつクセモノのなぎなたのやつこわっ撃て撃てうわーやばい槍みたいなの使ってるよこれなんでここの下はどこどこにつながってんだよそんな簡単にはここにたどり着けるわけないだろうわ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  的確にこっちの場所分かってるじゃん。え、そのうち刺さるぞ、これ。俺の発砲音で分かってんのかなぁ。いや、このケージ、あああああああ撃て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 わ,わしゃわしゃわしゃってやってたぞ。もう誰も私を追いかけません。逃げられてみよう。えあああ、ああああいつ裸なのかよく見たら。え あーえ妊婦だけを狙うわけじゃないんだ。これあれるパトロンの人だる。うわー怖っ何なんだんだ、あいつ。いやいや、どうすんのどうすんのあ、ここにいるんだ。ああ。ハンマー。あ、なんか武器みたいな。欲しい。これは後で役に立つかもしれません。後じゃなくて、今使って。ハンマー持って。 で攻撃できるかかどううだよなもう怖い攻撃じゃないいんだいや、見れないんだな行くしかねえぞ。いや、銃でもさダメだったのにさあの銃で撃ったりとかできないってことだよななんかある。領収書ビルの修繕会社の領収書です。このコインランドリーの壁の一面を漆黒で補修したようです。ああそこだ 爆弾で爆発できるかもって言ってたとこだ。犯人は誰かだよな。ここの人は死んだし、コインランドリーの人も死とは死んだし、えー、っと、パトロンみたいなやつも死んだでしょうわ。あ、死んで、うわわわ。<laughs> なんかサラが言ってる。サラの、サラの様子がおかしいよ。コインランドリー、ここでしょここ、漆黒。 はい、この奥に扉がある。あ、コインランドリーへの扉。あ、隣のコインランドリーに来たんだ。なるほど。いや、確かになんか古いね。いや、ヤンキーとか入ってきてんじゃん。どういう、どういうこれ崩れ方してんの、これ。広いね。感があったりとか。いや、真犯人とかいんのかな 顔隠してたから真犯人とかいるような気はするんだけどさえー、えー、ええええ何これ何が落ちたの何が落ちたのこれ上何もなかったじゃん戦ったりじゃないのかなこのゲームおその見出しは警察捜査の主犯格が失踪ほう45歳ルイ,ル,ルイス・ケネディが行方不明になりましたフォーカード・ 高果と若い女性の誘拐殺人の容疑者であるこの事件の第一容疑者は当局の目を逃れています。これルイス・ケネディあれだよな。ジジいって言ってたけど、意外とジジいじゃないな。情報筋によると、ケネディは数週間前から監視下に置かれ、昨夜のうちにいつの間にか警察から逃れていたそうです。警察が張ってたのにいなくなっちゃったってことだな。それ以来彼は目撃されていない。警察はこの地域の全住民に、この潜在的に危険な人物に注意するよう警告を発しました。 警告だけじゃなくて、逮捕してくれてよ、くれよ。誰かがルイス・ケネディってことなんだな、きっと。ってかもう誰かと、俺はもういるような人物だと思い込んでるけど。何これ。あいろんなポスターだ。なんでここになるのそろそろ帰らないと。亡くなったポスター。行方不明者ポスターってことだよな、きっと。 これ多分、そういう武器的なものじゃないんだろうけどさ。懐中電灯冷凍庫開かない。誰かをここにやってんのかな懐中電灯の方がまだ役に立ちそうだな。つけれるかなあれあ、懐中電灯はあの強制的に装備してんのか動かない。えぇ、ー。戻るの。えっへ,っへ,っへ。えっへへへ。へへ。 ええどうすんのどうすんのどっか隠れて木箱キャビネット空っぽなんです空っぽだったら隠れておいおいおい隠れろ隠れろどうすんのどうすんのえ終わったわおこれ引きずってさ入れないようにとかしろよお前 見てるだけじゃダメだろあーキャビネット移動できた早く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 ,早く,早くおキャビネット戻しとけよいじらない方がいいそうねいや絶対追っかけてくるでしょうえ機械なんかしてたくさんのつまみをうわこれ取れんの、うん、絶対熱いやつ取れんだボイラー室ええー、誰か死んでる ずいぶん長い間、ここにいたようだ。誰だよ肉。まあ、まさか。まあ、まさか。まあ、まさかってなんだよ。え、誰の死体だよ、これ。男か女かすら分かんねえけど。え、なんかいろいろ行けそうな場所多いないやーちょ、大丈夫か、これ。鍵が、あ、鍵がどっかにあんのね。いや、絶対追いかけてきてんじゃん。そして、なんかあいつが、なんか好きそうな、ね 好きだったあのなんか、あショコインランドリーの美女と似てんだもんね、多分あ最後のとこメモだった。ノート。私はいつからここにいるのか。最後に覚えてるのは家に向かって歩いていたことだ。この部屋に閉じ込められてるんだ。クソ。誰がなぜこんなことを。この死んでる人か。ここから逃げる方法を見つけなければならない。壁や床には乾いた血痕があり。今は子供のことを守らなければならない。子供もいる 子供のこと妊婦の妊婦さんだからみたいなあれこっちあったあこっちあったえっ何これこんなとこあったなんか顔がある生きて帰らないの帰れないのが分かっているあのサイコパスは私のような女性を殺す少なくとも3人がここに連れてこられて殺されたと聞いた隙間から覗いてみるとこのマスクは皮膚から作られていた母親が虐殺された哀れな子供たちの皮膚だうわー どんなゲームを望んでいるのかわからないそろそろ時間切れかなもうマジのサイコパスなんだなここから出られるはずの鍵を飲み込ませてしまったのだでもそれを使うほど長くは生きられないような気がするんだ飲み込んだのかな私は縛り首にされ他のもののように撲殺、うん、されるでしょうそして私の赤ちゃんうわーひどすぎるまあまさかなるほど恐ろしいことさせますねこれは これは恐ろしいことをさせるってことだ。いや、モザイク、モザイクあってよかったな。今ぐるっと回っちゃったな。ね、これ多分パソコン版とかだとモザイクないんじゃないかな。これはやばい。これはやばいね。本当にやばいね、これは。鍵取ったこれかいや、これ通りの鍵だな。鍵取ったってことかな、これ。強制的に持ってるパターンですかね。なんとなくこの顔持っとくか。 この顔最終的に投げつけてやろう。あれ、鍵ないな。鍵ないな。あれ取ったんじゃないのちょっと鍵を。ああ、こっから取ったのね。はいはい。いや、すこ,れこれちょっと頼もしいな。武器に白攻めて、何でも投げたらやっぱ痛いんだから、いいから何でも投げとけって、ろうそくがある。ここの裏側に回り込んだのかななんかもう死んでるってことじゃん、あれ。 なんかモザイクがモザイクで何があるか分かんないけど死体があるんだろうなってことだけは分かるわ、oh <my> はい、これ誰だななん死体だんでもここにあったような気がする警察かいやルイス・なんちゃらさんかなああじゃあルイス・ケネディだやっぱそうだこれでは意味がないここから出て警察を呼ばないと いや警察ここ調査しろよこんな怪しいとこなぜ放置してたんだルイス・ケネディがここで死んでるってことはルイス・ケネディは犯人じゃないうわあおひどい日が浅いああなんか行方不明になった人かななんだこののれんはいや来るぞ来るぞそろそろ来るぞいや叫ばない来ると分かっているんだ叫ぶ必要がない フィン、ファインドザ・チャイルド。ここどこだよもう出よう。出りゃいいんだ。ん、ロック、ロックがあると。いやー、意外と広いね。ここはいけない。いやー、なんだこれ、なん、これコインランドリーのこの中の広さじゃないだろう、これ。えー、なんか見たじゃん。 逆にいないなねここめっちゃ走っていったんだろうな俺を怖がらせようとだけしてこれこれどういうことこれなんでここどこなのこれどこだよこれコインランドリーじゃねえじゃんもう <laughs> ああえたとえどんなコインランドリーだよここたとえ巨大なコインランドリーだったとしてもおかしいだろうこれ白いな、ね、い 今全部動いてんな。いろいろおかしいでしょ、これ。異次元にいるでしょ、ここ。あ、ここ開くんだ。あー、ここ繋がってるんだ。あー、なるほど。じゃあ、あの木の板渡るしかないんだね鉄骨渡り勝負するしかないんだね。大丈夫。別に大丈夫だ。絶対絶命としとく。危なーい。怖いことするわね。大丈夫、大丈夫、大丈夫。 何もない、何も起きない。チラッて見てたのは何だったのか分からんけど。ね広すぎるよ、色い々ろいろ。立地おかしいよ。おなんだこれ。人形。半分に切った人形です。顔はあるけど、人形の顔。いらないのかなえ、これなんかすんのかなあ、弾丸拾う。ピストルで最後撃つのかなピストルねえんだよな。 かぶせてあげようかこの弾丸何なんだろう,うえっえっなんか音聞こえたあーあお、お銃がある念のため持っていた方がいいかな念のためじゃなくて絶対持って X で装備して弾あんのあるねこれ警察の人死んでここに置かれたってことかな えー、じゃあこれ打つのかなーいやーう、撃さなきゃいけないとなると、これきついぞ。もうすぐとう。こっち行く必要ないか。あの出口みたいなとこ、こっちから行けばいいよね。出口みたいなあのあれを銃弾でこう打ってさ、開けるみたいなさ、南京城みたいな感じだったじゃん。これこ、ここ,こ,ここ、ここ、ここ、ここ。 やった素晴らしいどこに行ってんだよ、これ外に行けっておサラ頼もしいなぁ。妊婦だなの。大丈夫リュウさんしないこれ。<laughs> こんなね、危機的状況になったらね、ちょっとダメなんですよ。あれマネキンかなマネキンが結構あるんだよな。うち打っと、一応っとこか。か、マネキンだな。 しゃあ。うこういうのは調べられない。誰かいるかもしれんからな。気をつけなきゃな。どこに隠れてるかわからんぞ。ロッカーもあるからな。右穴もない。いやもう、今どこに行ってんのかわからんけど、とにかくコインランドリー、とんでもない広さなんだな。アマゾンのそ、え、え、え、最悪。最悪。そんなことすんのやめろって。 マジで勘弁しろって、それはちょっと違う。うわ、ああ。打った、撃った、撃った、ああ、びっくりした。今、のけぞった、俺。今、なんか視点がすっごい遅い。うわ、え。ええー、えー、えー。勘弁してけろ。見えない、ええー、撃ったじゃん。 な,な、な、何が起きてんのえこれ何やり直したってことかなこれ。やり直したの。いや、なんでさ、いや、何人もいるってこといや、撃ったよなぁ。いや、撃ったよ。俺は撃った。怪獣電単持ってたもんな俺は頑張って撃ったのによ何体もいる可能性がある。 たああもう勘弁しろよお前あれこれど,どこだこれ戻ってるこれもう分かんない <laughs> もう分かんなくなっちゃったよさっきの場所じゃないもんここ落書きあいつ来てるかもなああ 走ってて逃げてんだな撃つと今視点動かせません視点動かせません視点動かせません打たれると逃げるってことか打ってる打ってる打ってるよし打った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 めっちゃダメージ受けてるけど打った下の方狙った方がいいかもな あと一発で終わっちゃうかもどここれどこもう喋れないよ俺いやもう来ないでいいもう来ないでいい何ここ黒魔術の儀式みたいなとこついたもう一回ぐらい来そうか広すぎだろここ <laughs> なん この地下どうなってんだよこれうわーいるーいるじゃねえかいや撃った撃った撃ったえ二2回死んだな壁を背に歩こう壁を背にあいつ来たら絶対撃,ち撃ってやるからなここで何かしてんだな儀式みたいな やばい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 。やばいって。おらえい、ー、どこ行ったあいつもうここであいつやってやろうかなどこにいんだ左側に行ったけどあっち壁だろ。あ、こっちが逃げたのか。いや、もうもう怖がらない。どこにいんだ あいつと戦いのかな出口がねえんだよな全然壁を背にしてったらやれることない気がするんだよなどっかいるかえ、ね、どっか <noise> よし <noise> <noise> やっぱすごい勢いで向かってくるなぁ。めっちゃ痛そう。おいえいぃ。<laughs> もうここで撃ちまくってやろうか。この変態やろうがよ。これは妊婦のボ、え、え、倒した倒せるんだあ、てか倒すんだお、倒した倒したやった <laughs> こいつ誰なのえ、誰かわかるかな ああこれで全て納得がいくルイス・ケネディは女性たちを殺していなかったもともとのコインランドリーの人誰,誰この変態サマンサがルイスがコインランドリーに閉じ込めて燃やした後彼女は生き残ったおうルイスがでも閉じ込めて燃やしたんだはあ このさん誰、誰ああ<ー>。殺されそうにないわ<ー>。え、その人だったってことえ、でもなんか男の人っぽいけど。彼女はルイスを殺し、その後、自分にないものを持つものを殺し始めた。あおばあさんなのかこれ。 あれだよ、ね、なんか,だから妊婦狙ってるみたいなね、oh、<God. S 1> そんな仮面なのかなえ <laughs> 女の人なの今の裸で歩き回ってるけど <laughs> もう終わった ブラッドウォッシュになってるウォッシュじゃなくて終わったけどちょっとわかんないんだけどなんか誰今まで出会った誰でもないし今まであ出会った人全員なんか嫌いだしなんかよくわからんけどとりあえず倒したみたいよくわかんなかったな <laughs> よくわかんなかったけどこれニンテンドスイッチ、まあ、なんか前なんかさうさぎのゲームやったじゃんあれは あのまあ、ロいところを全部モザイクかけて、あの配信停止になった後、グロいところをモザイクかけて、また配信再開したんだけど、まあ今回もね、あのモザイクかかってたけど、なんか許されんのかな <laughs> 大丈夫なのかなだとしてもなんか、許されるか怪しいとこですね。あ、いる。あいつだよな。よく見たら、こう、胸に膨らみとかあんのかなどうなんでしょうね。なんか、ルイス、 ルイスのせいで死ん…だ。え何この視点ええモルティッシャン予想外の解剖でこんなに遅くまで起こされるとはかなり面倒だったあっ死亡解剖みたいな警察のあれかなしかしそれが実際の子宮を切り裂きまたと聞かされた時私はすぐにここに降りてきたそれが何年も前に行方不明になり死んだと思われていた サマンサ・ローズであることが判明したなんて。え、なんかこれすっごい怖いオチありそうじゃないこれ。赤ちゃん出てくるとかさ。でもサラが無事でよかったな。あ、胸あるんだな。こう、なんか男に見えてたけど、声とかも。狂ったあれだったんだね。ルイス、ルイスじゃない。あの、女の人だったんだね。被害者。なんだこれは手入れになったんだ。 ヒューズボックスはホールの下にあります。すぐに戻る。おい、また別の主人公編始まったけどやめろよ。机。い怖い、怖いよ、怖いよ。そもそもあのランドリー広すぎるだろう。おかしいだろう。<laughs> ねえ。その。なんだコインランドリーの最大手でもあんな広くないと思うわ。あ、あったあった。はい、つけた。 いや、これ、いなくなってるとかさーいや、化け物になってんだよ、これ。もういわゆる B 級映画とかでも一番あるやつだもんね。B 級ホラー映画が多分作りたいんだろうね、きっとこの。B 級ホラー映画のようなゲームが多分このサグセさん作りたいって。うーわ何消えたここから逃げられないと。逃げられないとって何逃げないとってことえ、だって一本道だったわけじゃん。なんで逃げたん いや、お、これ死ぬぞ、これ。まあ、でも、こいつには。えへえへえへ。え,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 えあ、フィルムが。あ、終わりが。うわー、生きてました、とか。まあ、ジェイソンとかも本当にこういう感じなんですよ。死んだと思ってたのに、なんか電気とかで蘇ったりとか。あ、エピ、エピローグ。怖いなこれ、プラザ長かったなバートン巡査。もう死んじゃったね。でも、バートン巡査の銃のおかげで助かりましたね。 先決着エピローグはい、ということで、ご視聴ありがとうございました。スーパーブラッドウォッシュでした、えー。こちらのゲーム、もしかしたら配信停止になってしまうかもしれません。どうなんでしょうね。許されるのかな結構、結構な描写ありましたよ。このゲーム。ツイッチよく許してくれましたね。はい、ご視聴ありがとうございました。このゲームがね、えー、配信停止にならないことを願うのみです。 そしてえー、まあ悲しい事件だったんだなうんまあでも自分がそうなったからって他の人を狙うってうのもねやっぱ良くないことですけどもまあてかもう化け物になっちゃったんだろうねそういう都市伝説というか怪奇現象の魔物になっちゃったってことなんでしょうねいや悲しいですご視聴ありがとうございましたスーパーブラッドウォッシュでした彼氏がね行ってりゃよかったんだよね 彼氏がねちゃんともうちょっといたわってやらなきゃダメだったんだよ。